はい、どうも皆さんこんばんは、レプシンです。今日はタイトルにある通り、デッドバイデイライトからストレンジャーシングスのチャプターがなくなってしまうと突如公式から発表があったので、そちらについてお話ししていきたいと思います。今朝ね、デッドバイデイライトの公式ツイッターが発表したんだけど、殺人鬼デモゴルゴンと生存者ナンシー、そしてスティーブのダウンロードコンテンツ、ストレンジャーシングスチャプターが今年の2021年の11月18日以降購入できなくなると、はい、かなりびっくりしたんですけれども、あと新たにデモゴルゴンやナンシーとかスティーブを買えなくなると、すでにね、それらのキャラクターを購入済みの人や11月18日までに購入した場合は、変わりなくデモゴルゴンとかナンシーとかスティーブを使って遊ぶことができるそうですが、その販売停止以降、11月18日以降ね、新規のプレイヤーはデモゴルゴンとか買えなくなっちゃうんで、買えないのでもう使うことができないと。さらにストレンジャーシングスのマップ、ホーキンス国立研究所は、ダウンロードコンテンツを持ってるとか関係なくね、有無に関係なく永遠に封鎖されるとのことです。デモゴルゴンとかナンシーとかスティーブの固有パークは新たに作り直され、キャラクターを購入できない人でも一応使えるようにはなるらしいです。はい、ということで、デッドバイデイライト始まって以来の初の出来事で、正直僕もねかなり衝撃を受けました。デッドバイデイライトは数多くのコラボキャラがいるので、いつかはそういうこともあるだろうなとは一応覚悟はしてたんですけれども、別のゲームとかでもこういうこと、別に珍しいことではないので、はい、デッドバイもいつかは来るかなと思ったら、ついに来てしまったと。ライセンスとかの関係、版権の関係でね、やっぱ大人の事情がありますから、そういうの大変だろうなとは思ってたんだけどね、こうして実際に契約が終わって、もうデモゴルゴンとか購入できなくなるっていうのは、デドバイ5年の歴史上初めてなんでね、すごい寂しいなと思います。2019年の9月にね、デモゴルゴンが実装されて、約2年デッドバイデイライトで、ね、もうアイドルみたくね、アイドルみたいな立ち位置でしたけれどもね、その不気味な見た目と裏腹にね、可愛いって言ってね、人気もあったんですけれども、こうしてもう販売されなくなるっていうのはすごい寂しいなと。もちろん販売停止の理由については明かされませんでしたけれども、噂によると、ストレンジャーシングスが独自のゲームを今開発してるらしくて、他のゲームにデモゴルゴンがいるのはあまりよろしくないからっていう話を、ちらっと聞きましたけど、真相は分かりません。でも契約更新がうまくいかなかったのは事実だと思います。現にこうしてね、購入できなくなる、販売停止になるってことはね、そういうことだと思います。そして販売停止に伴い、最後にセールがあるそうです。8月の18日から9月の1日までストレンジャーシングスのチャプターが全プラットフォームで 60% オフ、さらにストレンジャーシングスのキャラクターたちのスキンも8月の19日から9月の8日まで全て 50% オフだそうです。まだ持ってない人はね、これゲットできる最後の機会なんで、これを逃したらもう二度と買えないので、ぜひ購入してみてください。はい、というわけで、今回はストレンジャーシングスのチャプターが購入できなくなる、販売停止するというお話でした。数年後デモゴルゴン持ってるだけで、すげえこいつ子さんだなんてね、言われる日が来るかもしれません。今も結構デモゴルゴンと当たると珍しいなってなりますけど、ここからもう販売されないので、月日が経てば経つほどどん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 さらに希少になっていくんで、それはそれでちょっと
すごい面白いかな、まあ面白かねえけど、うん、感慨深いなと思います。はい、てな感じで今日はこの辺で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。バイビー。